はい、というわけでどうもカツチャンネルでございます。車をね、ちゃんと綺麗にしていこうということでハイラックス、18年目か19年目かわからんけども初めての、買った車でございます。頑張って綺麗にしていこうと思うんですけど、今回はこちらです。はい、なんかよくあるやつヘッドライトのここら辺を磨いていくってやつで、内側が曇ってるかもわからんし、外側が汚くなってるんかもしんないし、まあ、とにかく少しのね黄色っぽくなってるみたいな状況もねあると思うので、今回はここをね綺麗にしていこうかと思います。あ、それでちょっと前のやつ動画カットしてしまったんですけど、中のいろいろ使えないんですよ。はい、ちょっとエンジンかけさせてもらって、これ状態でオーディオも使えないし ETC も使えないしみたいなね、そこら辺があったんですけども、これねシガーソケットのこれをなんと使うことで、しばらく経つと、はい、じゃーんと、はい、アクセサリーのヒューズは飛んでないと思われます。はい、多分なんか別の部分というかケーブル自体なんかだと思うんですけどね、まあそれはおいおいやっていくといたしまして、今日はヘッドライトを引こうかと思います。まああとはね素人でもやりそうな室内のねキレイキレイ作業とかそこら辺もやっていきたいなと思うし、まあわからん部分はちょっとプロにねいろいろ聞いてやっていこうかなと思っております。まあというわけで、それが10年後になるか20年後になるかはよくわかりません。いきましょう。さあということで、メインの部分を今からねキレイキレイ大作戦です。もちろん拭いても綺麗になります。あ、上の部分は綺麗になった。上はここちょっと綺麗になったいや内側もなんかいろいろ本当は拭いていったりとかするといいのかな。いろいろと汚れておりますんでね。はい、黄色く変色してしまったここ、綺麗になるのか今日は頑張ってこすっていきたいなと思います。ではでは、まずはテーピング、余計なところをね、テーピングしていこうと思います。さあ、ということで、採点、雲色。いやー、これは、廃車になるまで、保管だな。さあ、あとは、頑張って、細かいヤスリで、磨いていくという作業ですね。あー、なるほど。もう心配にしかなりません。どんどん曇っていってます、これ。大丈夫なのか。うわ、めっちゃ黄色いよこれ。あー、これも汚れるね。やっぱまだ表にやっぱ黄色いのはね多分いらっしゃるんだな。これ耐水ペーパーでね、うん、黄色い汚れがいらっしゃるから頑張って削っていきましょうの回ですこれ。では全体頑張って削っていきます。ほんと綺麗になるのかなちなみに最初の状態がこれね、覚えといてね、みんなどんな感じになるのか。はい、よーし、みんな削っていきます。さあ、ということで左右分かれて、綺麗にしていこうかと思います。たまに拭くといいんかな、雑巾でね。あー、なるほど。でもなんか、ほんと赤い汚れがいっぱいあるわ。もう目も詰まってまって、ちょっとたまにえ、あ、これ使えん。まあ、もう一個持ってもいいけど、どっか。うん、汚ねえよ。落ちるもんやね。そうやろ。最初に比べると黄色い汚れがなくなった気がする。
とかな。いや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 、しっかりと曇りがかかってしまいましたが、いや汚れ結構取れた。多分ね、ここ上磨いてないから分かるかなと思うんだけど、これ上がねちょっと黄色っぽいの分かる？ほら、こっから見るとすごい黄色さが分かるぐらい、この黄色いのはかなり取れたんじゃないのかな。はい、ノブシのとこも綺麗に綺麗に黄色いのはなくなったんじゃねえのかなって。ほんでこれで削ると、ほらこれ黄色いの取れるよね、黄色いのが。ボタンが、いやうちもすげえまだらに見えるんやけど大丈夫かな。はい、ちょっと乾くと、あ、まあまあまあこんなもんでしょう。はい、私施工の場所もまあこんなもんでしょう。ではちょっと次のステップ参りますか。ちなみにさっきからね、なんかツバメが飛んでて、我が家狙ってます、マジで。いや、幸運を運ぶとか言うんだけど、糞も運んでくるからちょっと困ってます。はい、さあ、ということでスプレーで塗り塗りするために、じゃじゃーん、ウレタンクリアーということで、二液型、なんか二液なんかなるんだよね、これ。ちょっと使ったことないんだけど、二液を混合して化学反応で結構硬い層を作り出してくれるという、これがウレタンクリアコートらしいです。ただこれいろんなところに飛んでしまって大変なことになるので、今から、はい、しっかりと養生タイムでございますね。これね、なんか前買ってそのまんまにしといたやつがあるから、はい、ということでちょっとやっていきたいなと思います。そもそもがどうなってんだ、どうなってんだいっていう。さあ、つうわけで貼り付けて、一回貼り付けてみましょう、これ。どういうことなんだいと。だって一回最初このくちゃってると大変だなこれ。待て、どういうことになってんのないと。わからん方もね、いらっしゃるでしょう。これ以前勝村工務店で解体作業をした時ですね、古民家の、その時に、おやおやと、この世の中にはこんな便利なものがあるんかいと、購入して、1年が経ちました。そして今それが、ようやく使われることになったそうです。よっしゃ、ちょっと自分もこれ広げるの初めてなんで。よーし、さあ、なんということでしょう。こちら紙を貼り付けるだけで、なんと、あ、めっちゃ広いわ。あ、すげえ。待って、思ったよりすんごいかもしれないこんな広がるんだ、お主。ここはまたやるけど、もうガラスまで覆ってしまった。うせやろ、もうマジか、これすげえな。このガラスにとにかく貼り付けたくないあれで、まあ、他もこの車の状態で多少乗ってもいいのかなと思ってたんだけど、まあもうここら辺も全体的に今から囲っていくんだけど、いやいや1枚で一気に半分ぐらいいってしまったといういや、これはいいな。はい、まあ、というわけで、今から囲っていきたいなと思います。多分これいろんな長さでいくつか商品があると思うので、皆さんもぜひ概要欄からチェックしてみてください。ちょっといろんなことちょん切りながら使っていこうか。はい、これね。というわけでやっていきます。なんなら今ちょっとここ貼り付けてるね、一旦切って録画貼り付けてて、今仮止めで見たけど、あ、ちゃんと
広げるんやけど、今ギュッ、今端でつけてるからこのテープの押さえをね、タイマシワにあただ全体ちょっとチェックして、甘い場所、甘い場所でヘッドライスした。よっしゃ。はい、ということでなんちゃって養生の完成でございます。ある程度養生させてもらいました。ある程度ですよ、完全養生でね、ある程度させていただきました。ということで、じゃじゃーんと、シリコンリムーバーということで、塗装前の必需品、しばらく油分を取り除く。油分なんてあるのかちょっと信じられないんだけどね、あるんかな油分なんてね。まあ、とにかく、これで油分を取り除いてやっていこうかと思います。では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 、はい、あ、めっちゃ綺麗やの、触れると本当に油なんかあるのかい。うわ、めっちゃ綺麗になったけど、これ濡れた。あ、これ綺麗だな。やっぱ曇ってたのはあれだね、うん、油分で曇ってたのはね、やっぱ表面のやつがね、黄ばんだ。でもちょびっとまだ汚れついてるわ、まだ甘かったかもしれん。最後の汚れ取りも含めて、うわぁ、オッケー、よし、こっち、はい、こっちも、うちのだけ切ってなかったらどうしようかなって。よし、ダッシュ。綺麗だね。いや、めっちゃ綺麗。ただ次のウレタンがね、ちゃんとうまくいくかどうかで決まるから。よーし、いいでしょう。オッケーです。さあ、というわけでやっていきます。まずは透明キャップを上にして30回ほど上下に。はい、OK。そして緑のキャップを外しまして、鉄芯や石やコンクリートで最後まで押し込む。うん、押し込んだ。押し込んだら逆さにして5分から10分待ってください。間取って7分いこう。タイマー7分。
ではしばらく待ちますということで、次は、はい、また振ります。OK かな、ちょっと念入りに。OK! ということで、早速拭いていこうと思います。出るかどうか。あ、なるほど。出ました。で、やっていきます。端っこがちょっと塗りづらいっていうから、ちょっと最初、優しく。よし。よし、まあ、ちょっとね、よし、もう一個まいります。よし、あーし、ちょっとまだ全然なんだけど、大丈夫かなこれ。まだちょっと、一旦、これで、一旦これで、ちょっとまた置いてから塗ろうと思います。さあ、時間が経過いたしまして。てか、まだ全然曇ってます。さっきより良くなったかな。では、第2回、拭いていきます。参りましょう。大丈夫？さっきよりなんか白いよ。こっちも。もうちょっと拭いてもいいのかな。もうちょっとだけね、薄く。はい。液だれだけはしたくない。綺麗、画面越し綺麗に見えるけどね、うん、でも綺麗に見えてきた気もする。まあ、ちょっと今回、まあ、完璧じゃないからひび割れとか多少あるかもしれんけど、そんなことは気にしないということで、最初より良くなればいいということでね、ちょっともうちょっと待ってみましょうね。さあ、めちゃめちゃ綺麗になりました。めちゃめちゃ液が余ってるんで、なんかもったいないので、ラストを浅くちょっとかけていこうと思うね。めっちゃ綺麗。もういいよな。すげえ綺麗な気がするんだけど、これやーべえな。もーっと待って、もう一旦フィニッシュです。一旦フィニッシュで置いておこうと思います。さあ、どうなるんでしょうか。さあ、というわけで今ちょっと光を入れて、仕上がりがどうなっていったのか、見ていきたいなと思います。ただ、完全に硬化するまでは本当10時間とか20時間とかしっかりかかるので、今軽く見る分、うわ、ということで見てこれ。ちょっとゴミとかちょっとよく見るとね、入っちゃってるね、入っちゃってる気がするんだけど、めっちゃ綺麗。ちょっとこっちもめちゃめちゃピカピカになった。最初に比べると、いやー、いい仕上がりでございますな。はい、というわけで、とりあえずね、最初に比べるとめちゃめちゃピカピカになりました。まあ、この前車検受けたばっかなんですけど、まあ、ただ下手にやるとね、この光量が下がって車検通らなくなるとかってよくあるあるなので、そこら辺は皆さん注意していただきたいんですけども、いやー、いいのが仕上がりました。いや、皆さんもね、ちゃんとプロが施工したやつなんか動画めちゃめちゃ上がってるので試していただきたいんですけど、まだちょっと1日置いて、そっからこれ剥がして、いきたいなと思います。これはいいですわ。はい、何よりこれも良かった、これも良かったね、これも。はい、ポチってみてください、こういうの多い人はね。はい、ということで今日はこんなところで、まだまだ中とかもね、綺麗にしていきたいなと。ちょっと臭いんですよ、中が臭いので、ケルヒャーのね、あったかいやつとかいろいろ使いながら中の方も綺麗にしていこうかと思います。
はい、ということで今日はこんなところでまたお会いしましょう。じゃあね。